2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、東京都、組織委員会、政府などのトップが集まる調整会議がおよそ1年4ヶ月ぶりに開かれました。費用分担、それぞれがこの間にいろんな議論を経て決まったということは必要な期間だったのではないかと思っております。調整会議はおととし9月以降、小池知事による競技会場の見直しなどのため開かれていませんでした。24日の調整会議には鈴木担当大臣や組織委員会の森会長、 JOC の竹田会長らが出席し、施設整備や築地市場移転後の車両基地建設などの進捗状況について報告しました。今後も必要に応じて調整会議を開くことにしています。